チェサピークオハイオ鉄道 H8 系蒸気機,機関車とは、チェサピークオハイオ鉄道で運行されたシンプルアーティキュレーテッドの1形式で、マレー式機関車に似た外観ではあるが、競技のマレー式とは異なり、前後のシリンダーに等圧の蒸気を入れる短式機関を使用する。H-8 型の開発以前に、チェサピークオハイオ鉄道は、 ウェストバージニア州で産する石炭を輸送するのを主とした鉄道で、このうち東行き運搬列車は、アパラチア山脈の一部である、アレゲーニー山脈を重い石炭車多数を引いて超える、運転をするため強力な機関車が必要であり、古くはマレー式機関車やシンプルマレーを使用していたが、どちらも速度はさほど出なかったので、この山脈越えの高速化のために、新しい機関車が必要になった。 まず、C&O 鉄道は1925年に、ライマ社が、テキサスパシフィック鉄道に納入したに、軸受代車で、過失を支えることで出力を増大させた、車軸配置2から10から4の機関車に目をつけ、これを、シンプルマレーの代替に使用したが、C&O 鉄道の輸送量や購買では、テキサス機関車でも、まだ力不足だとして、同輪6軸でボイラーを、 さらに拡大した機関車を注文し、受代車が3軸でないと支えきれないと分かったことから、まず2から12から6の機関車が設計された。しかし、検討していくにつれ2つの問題が明らかになった。一つは、レールの摩耗が激しくなること、もう一つは6軸通りを動かすシリンダーが、新安堂大鉄道の車両限界でも入りきらないということで、このためかつて、 マレー式で行われたように動輪を前後に分け関節式にしてレールへの負荷を下げシリンダーを4つに分散することで個々の大きさを抑えることにし車輪配置2から6から6から6のシンプルマレーが設計され H-8 型の形式名と超えていく300名からアレゲニーの愛称が付けられたこの h 八型は百四十一年十二月から 納入され始め、携帯的に初期型、中期型、後期型の3タイプに分けられ、その際は以下のようになる。アレゲニーは通常ウェストバージニア州のヒントンのヤードからバージニア州との境、アレゲニートンネルの東出口まで13マイル連続の5.7パーミルを含むアレゲニー越えに使用されていたが、この列車は石炭車百四十両一万千五百メートルとの前後を アレゲニー同士2両の10連で固め、後部補機は万が一にも、カブースを押し潰さないように自分の巨大なテンダーの後ろに連結しているという構成で、機関車の巨大さがより際立って見える光景になっていた。23両が旅客輸送の蒸気暖房装置を備えていたが、旅客輸送では存分に高出力を発揮することができなかった。 実践的な試験では1943年8月12日、牽引力を測るダイナモメーターカーを従い14,083トンの列車を引いて、ライムビルの丘に向かい、10パーミル勾配を一度停車した上で放棄なしで引き出し、ドローバーパワー7,375馬力を維持して、走行、最高で7,500馬力を出すことに成功した。戦後アメリカの大手鉄道が一斉に、 ディーゼル機関車を導入する頃になっても、C&O 鉄道は、アレゲニーの追加発注を行い合計60両が製造されたが、1956年には、最後の車両が引退した。H-8 は、重量が重いゆえ、軌道に与える損傷も大きく保線周期が短かった。ヘンリー・フォード博物館に保存されている C&O1601、 C&O1601 の運転室付近、アルゲニーは、ミシガン州デトロイト郊外のディアボーン、ヘンリー・フォード博物館2601号機、メリーランド州ボルチモアの、ボルチモアハイオ鉄道博物館2604号機が保存されている。世界鉄道百科事典 P197 では、全重量498.3トンとしている。 世界鉄道百科事典 P197 では12.4平方メートルとしている。7 4トル、h 時は通常の運行速度ではなく、運転列車牽員時は時速30から4 5トル、h ほどなので通常は7500馬力は出せず、5000から6000馬力程度。P397 から398世界鉄道百科事典 P197 では、 8000馬力としている。世界鉄道百科辞典 P197 では4万9 9 7 0ラムとしている。日本以外でもこの故障は使用され、例として世界鉄道百科辞典の P50 の項に、後にマレー式と名乗る大型機関車が複式ではなく単式になったのはという記述がある。P50 マレー式0から4から4から0タンク機関車。 このテキサス機関車の牽引力はブースターを使用する低速域で49トンあり、シンプルマレーより強力だった。最終的に完成した H-8 型はボイラー直径が最大で2.77メートルもある、太いものになった。なお巨大機関車で有名なビッグボーイのボイラーは最大直径2.41メートル。P397 ハットスモークコンシューマー。 過失側面についているパイプ。これはアレゲニーに限らず、アメリカでは普通。炭鉱のあるラッセルからエリー・コハに北に向かう最初の難所。ヘンリー・ホード・ミュージアム、ハット・ザ・ビー・アンド・オーレール・ロード・ミュージアム。ありがとうございます。